ロベルテレスコープジョドレルバンク天文台の打ち上げた金星探査を目的とするベネラ探査機の受信に成功したことである。当時国費に宇宙計画を進めていたソビエトが打ち上げた惑星探査機の発する電波を捉え、惑星間受信にも役立てることを証明したことによって、後にソビエト科学評議会から表彰されるという成果を得ている。一の業績によって現在では、 惑星探査機からの受信が途絶えた時などには地球からの指令が遅れるようになっている。ジョドレルバンク天文台はユネスコが国際記念物遺跡会議や国際天文学連合と推進する天文遺産の評議会において高い評価を得たことから世界遺産への推薦を決め事前調査の中間報告では登録勧告が出された。そして2019年7月7日 第43回世界遺産委員会にて世界遺産リストへの登録が決議された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。